皆さんこんにちは、吉尾です。今月は市場の関係でメインの動画更新がほぼなくて申し訳ございません。ただ来月からは投稿頻度と様々変わっていく予定です。そのあたりは動画の最後で詳しくお伝えしますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけで今月のトピックスはこちら。この月間ニュースも今回で最後の予定ですので、いつも以上に張り切っていきましょう。今月のドクターストレンジは表紙からインパクト大です。きっとなんでこんなメンツでつるんでるんだと不思議に思われた方も多いでしょう。これはニューヨークで映画ジュマンジみたいに現実に影響を与えるボードゲームが開かれてしまい、その影響を取り除くためにドクターストレンジがボードゲームのルールにのっとって集めたパーティーメンバーです。改めてパーティーメンバーをご紹介すると、魔法使いはもちろん我らがドクターストレンジ、盗賊としてブラックキャット、選手は MCU でも登場した雇われ傭兵のタスクマスター、今回も金で雇われます。そして聖職者としてハンターズムーン、彼はムーンナイト亡き後のムーンナイト的ポジションのキャラで、ミッドナイトミッションというニューヨークの夜の旅人を助けるグループに所属しています。このいびつな4人でボードゲームのクリアを目指していきます。なんだかんだいがみ合いつつもダンジョンを進んでいく愉快な4人、そしてゲームを開催した張本人のモルドを発見するのですが、彼はダンジョンといえばドラゴンだよなと言ってドラゴンを召喚します。それを見てタスクマスターがもうこのゲームおもんねえわと言っているのが面白い。次回もこの愉快な4人組に注目です。メンヘラサノスがデスのケツを追っかけるコミックサノスが今月6日に発売した4号をもって完結しました。コズミックビーングのデスがひょんなことから人間の死生観を学ぼうとイルミナティに相談して人間化させてもらうのですが、サノスのせいでそれが台無しになってしまい、デス様は激怒です。サノスもサノスで君は本質を見失っているとしてデスを攻撃し始めます。マジで地球以外で勝手に戦えって感じなんですが、そうもいかずイルミナティが仲裁に入ります。ですがリード・リチャーズはサノスのビンタで一撃ノックアウト。ブルーマーベルとハルクとエマ・フロストはデスの精神汚染で全員ノックアウトしてしまいます。正直デス様の株落ち続けたんですが、この話でアブストラクトエンティティの4本柱の一角としてそれなりの強さを見せてくれて個人的に嬉しいです。まあそんなデス様も最終的にはサノスが持ってきた謎の石に封印されてしまいます。デスを封印したサノスは満足してその場から消え、宇宙のどこかでデスを封印した石を見てほくそ笑むのでした。やっぱりデスの株は順調に落ち続けてますね。ヌルに引き裂かれて死亡した後ゾンビになって復活してすぐ死んだ不遇な男セントリー、そんな彼をほったらかしてセントリーのパワーが宿った者たちで2代目セントリートーナメントが行われたコミックセントリーが4号をもって完結しました。簡単にあらすじを解説すると、ある日セントリーのパワーと記憶が不特定多数の人間に与えられます。そしてパワーを受け継いだ中にサイコパス志向のセントリーファンボのライアントッパーというやつがいるのですが、こいつが他の候補者を殺しまくって自分が2代目セントリーになるんだと張り切っているというお話です。まあ性格だけでいけばこのサイコパスのライアンが一番セントリーらしいのですが、そんなこんなでライアンはセントリーの力を受け継いだ最後の一人マロリー・ギブスという女性を殺そうとするのですが、健全な精神を持つマロリーに死んでいった他の候補者が味方します。というかここでオリジナルのセントリーさんが出てこないのちょっとかわいそう。最終的にセントリーたちがライアンのパワーを吸収して事なきを得ます。その後マロリー・ギブスは自身の力を制御するためにミスティ・ナイトらがいる異常犯罪家という組織で訓練を受けることになります。そして自身をソララスと名乗り2代目セントリーとしての第一歩を踏み出すのでした。何度も言いますがマジでオリジナルのセントリーのロバート・レイノルズさんが回想以外で一切出てこないのさすがにかわいそうすぎる。ちょっとアストラル体的な感じで出てきてもよかったんちゃうか。2022年のクロスオーバーイベントジャッジメントデーで死亡したマグニート、去年のマーベルニュースから復活したと思ったらクローンのジョセフの方だったりで読者をどぎまぎさせていたマグニートですが、ようやく今月発売のリザレクションオブマグニートで復活しました。
1月のニュース動画でも話しましたが、このコミックはストームがマグニートの復活を目指して現実の最下層のような場所に旅立つお話です。今月はさらに最下層の闇がはびこる場所に落ちた2人、そこには X メンとゆかりの深い闇の存在シャドウキングが待っていました。マーベルスナップにも登場したやつですね。これらがあの手この手でマグニートとストームを闇落ちさせようと誘惑します。しかし2人はそれを打ち破り、最終的にはラブラブ友情パワーでシャドウキングを撃退します。その後今度は逆にストームが死にかけますが、なんやかんやあってストームは復活。目覚めるとそこは旅の始まりであるブルーマーベルの拠点カデシュ基地でした。そしてポータルの方に目をやると、誰かがこちらへ渡ってこようとしています。そうです、ついに彼が現世に足を踏み入れたのです。さあ皆さんも声を上げましょう。今月見たコミック内の印象に残ったワンシーンをご紹介するこのコーナー。今月はカマラ・カーンの新作コミック、ミズ・マーベル・ミュータント・メナスから。エプロン姿でカマラに朝食を作ってあげる可愛いウルバリンです。なかなか似合ってますね。そして美味しそうなスクランブルエッグとベーコンとパンができました。ザ・アメリカな感じで美味しそうです。そしてデップ、つまみ食いすな。というわけでウルヴァリンの可愛い姿が見れるワンシーンでした。映画でもやってくれないかな。このコーナーは先月コミックストアで人気だったマーベルコミックトップ10を紹介する新コーナーです。集計はコミックハブというポスデータを集計したサイト様から引用させていただいております。というわけで早速2月に売れたマーベルコミックトップ10を見ていきましょう。まず10位はアメージングスパイダーマン44号。ストリートギャングの構想を描いたイベント、ギャングウォーの集結を描いたコミックですね。それが先月の10位です。9位はスパイダーパンクアームズレース1号。読んでませんがスパイダーパンクの新作コミック、映画のスパイダーパンクかっこよすぎですよね。8位はウルヴァリン43号、セイバートゥースがメインの話みたいです。7位はライズオブザパワーオブテン、僕の動画でも紹介したエニグマと対立する X メンたちを描いたコミックです。あの宇宙キャベツのやつです。これは僕も注目しています。6位はアルティメットブラックパンサー1号、新しいアルティメットユニバースのブラパンのコミックですね。スルーしてます。5位は X メン31号、4位はフォールオブハウスオブ X。 ここら辺はミュータントとオークスの対決を描いた2冊ですね。この戦争もそろそろ佳境です。3位はエッジオブスパイダーバース1号、多次元宇宙のさまざまなスパイダーマンが紹介されるオムニバス形式のコミックです。軽く記事見たんですが、初っ端のウェポン8のピーターのビジュアルがキモすぎて無理でした。2位はアメージングスパイダーマン43号、10位で紹介したコミックの一つ前のお話、同じく2月に発売しているのでここでランクイン。表紙買いするならこっちですね。そして1位はアルティメットスパイダーマン2号。これは順当ですね。1号が神だったのでみんな気になって2号も買った感じですね。というわけで2月のマーベルコミック売上ランキングでした。いつも通りですがスパイダーマン系が強いですね。皆さんの読んでるコミック、気になるコミックはありましたか？ぜひコメントで教えてください。というわけで今回の動画はいかがだったでしょうか。動画冒頭で月刊マーベルニュースはこれで最後とお伝えしていましたが、来月からは週刊マーベルニュースになります。基本的にマーベルコミックは毎週水曜日に発売しているので、毎週日曜日ぐらいに週刊マーベルコミックニュースとして動画出していく予定です。それとは別にメインのコミック紹介やランキング動画、完全解説も並行して投稿できるように頑張っていきますので、今後も応援していただければ嬉しいです。ちなみに週2、3本ぐらいショート動画も上げていく予定ですので、そちらもご覧いただければ嬉しいです。いつまで続けられるか分かりませんが、せっかく暇をいただいているので4月からはしばらく動画投稿全力疾走していこうと思います。ぜひお付き合いください。それでは次回の動画か配信でお会いしましょう。さようなら。